阪神タイガース加藤輝明選手の独特すぎるティーバッティング。待ってるな。待ってる。あ、そうですね。ぽいぽい。あ、行った？ライトスタンド。というわけで師匠、右肩をぶっ壊しながらも、最近非常にバッティング状態がまた戻ってきたという中でベンチを見て気になる点がありました。あんたちょっと佐藤輝さん真似してるでしょ。ねえ、なんか見逃した方とかもさ、ちょっとさ、あのさ、そのボトムハンドのさ、エルボーがさ、プッとこう出たりしてさ、なんか見逃した方だけ一丁前っていう、まあ、ただそうじゃない、ヒット出てる。雰囲気だけ出していく。あれはなんか真似してますか、やっぱり。あの日めちゃくちゃ暑かったじゃないですか。いや暑いよ。で、久々の試合、っていうこともあって、バット重いなと思って、ダゾーンで取材した時に、グリップをちょっと変えて、そうだよね、持ち方をいいよ、で、今まで結構高く上げたやつを、低くても力が入るようにしっかり握っていると、トップハンドのところ、今まではこう小指かけるぐらいで、で、上から振り下ろしてバットをヘッドをバコーンって走らすね、やつね。それを思い出して、バット重いんだったらバットの重さをフルに使って、なるほど、上からフーって下ろしてくれば勝手にバット振られるなと。あれ、佐藤輝さんの逆行ったってことでいいかい？逆に行きましょう。なるほどね、はい、あ、そういう思考回路面白いわ。先々週ぐらいまでは結構まあガッて振りたくて、まあ、この辺でそうだよね、こうやってこう軸足乗せて、足も上げて出たやつを、あの日はもう完全にもう脱力で、そうだったね。まあ、反転すると手垣さんと一緒なんですよ。判定しますんでね、行きましょう。はい、判定します。お、一緒。バレー一緒だわ。で、足の上げ方もせっかくだったらちょっと寄せようと思って。いや、そうだよね、普通膝曲げるもんね、あなたね。でもなんか、こうやったら力むなと思って。ああ。もうそうなるとこうなる結果。で、落とすだけ。俺、落とすだけ振っちゃダメだったって。お前、特産 TV の最初の方に俺に何て言ったか知ってる？え、ちょっと何言ってるか分かんないです。俺に言ったよ。インサイドアウトで打つと、ちなみに何がいいんですか？いや、最短で出るじゃん。内を捉えようとするとさ、スッとこうバットを出す意識になる。最短でね、5年経って最近分かってくる。落とすだけっていうね。落合博満さんですらそう言うからね、滝の水は上から水に流れるように、やっぱりバットのヘッドっていうのも上から下に下ろしていった方が速くなるんだと。そうですね、重力もあることも最近分かったんで。それだけですね。生きてるなぁ。そうやったら、でもインコースまあ詰まってたんですけど、いや、いい形でしたよ。ちゃんと触れて飛んでいったんで良かったですね、あれは。マルちゃんだ。そうっすね、結構気持ち猛打賞なんですけど。3打席目もアウトコースのボール、パーンって、最新の当たりですよ。ドマシンで、ピッチャーなんかあっさりみたいな。いやいや、そんな胸張ってないだろ。そう、脱力しすぎたね、打球のその勢いというそのものがちょっと弱まったかもしれないな。まあ、でも今までみたいにガッて振ってたら多分ファウルになってた。あ、なるほどなるほど、はい、あ、でもそういう試行錯誤をするっていうことを覚えた。覚えました、ライパチ、ええ、だからか。率があんまりこうガガガって下がらないのはちょっと平常心になってきました。そうだね、ここからまた打席を増やしていくと、あの率がそんなに下がらないけどそんな上がらないっていう、非常にいい状態入ってきますから。実は三振数もチームトップで、でも全然ブレてないです。あれ、それも佐藤輝さんと、あの坂本誠志郎さん の手書きの表彰状待ってますよ。確かに。ブンブン振り回してほしいっていう。積極的にいった結果、まあ、三振してると思って。そうだね、で2試合目 あの元独立リーガーと対戦したときは、まあっさり3球三振しましたけど、無理ですよ、あんなの。そういうのはあるもんね。そういうのはありますよ、やっぱり。そうピッチャーってそういうもんだから、打たせに来てないからさ、三振しちゃダメだってないから。7回失敗するスポーツですよ。そう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 、ただあの3球三振見た限りでは多分15回失敗してると思うよ。そうですね、10回で15回失敗してると思う。考え方だけ。そうだ、ね、ポジティブでいきたい。そうだね、いいね、いい形で進んでるってことで。またこれ打撃も変えたんだろう、多分コメント来るんですけど、先に先手打ちますから。ああそうだね、変えてます変えてます、言っちゃう言っちゃう、もう言っちゃう、こうなったら、
あのコメントどしどしお待ちしております。こっちの方がいい、あっちの方がいい、いや逆一本足打法やれ、俺は逆一本足打法派なんですけど、さあ果たして、9月以降のライパチはどうなっていくのか、お楽しみに。落とすだけ